始めました。ひまえ設計の新田です。よろしくお願いします。私は建築設計が本業ですけども、時にはおにぎりを作るワークショップをしたり、歌ったり踊ったり、私の職業は何なんでしょうか。まず自分に問いかけてみたいなと思います。ですね、おにぎりというのはシンプルです。折り紙、そして、折り紙いろんな形に折れますけども、それを型紙にして、ここにご飯を乗せて折り込むと、おにぎりができるというものです。このおにぎりは建築のスタディから生まれました。1枚の紙からタワーを作るという提案をしたんですけども、この分模型を作っていくといいですね。これがそのサンプルですけども、偶然こうぐっとおにぎりみたいな形が見えた。もしかしてこの中にご飯入れて折り込むとおにぎりできるのちゃうみたいなので、やってみたらできたんです。1日何個できるかなと思って、自分でトライしてみたら9個できました。これも無限に形ができるんじゃないか。これをワークショップ形式でみんなと一緒にやりたい。という疑問で今、続けています。で、ここまで最初は遊びでやってたんですけども、こういった活動に広がっていく転機がありました。それは私 の妻との出会いです。4年半前に出会いました。私は人前で話すことは得意では なかったんです。で、私の妻がですね、声が小さいとかワークショップの時に身振り手振りがまだダメだとか感情が困ってないとか知った激励をされて、でだんだん話せるようになってきたんです。しょうがなく話すような感じだったんですけども、で、東北のボランティア活動で子どもたちとおにぎりワークショップをしたり、マラソン大会で完走賞としてランナーに手渡したり、ボランティア活動を続けました。で、この活動がですね、今いろんなところに広がっていてですね、鹿児島の肝付町という JAXA のロケットの基地があるところ、そこで100人の方たちと、防災のイベントで、おにぎりを作るというワークショップをしました。で、コミュニティを作っておくということも防災の一つではないかと、助け合える、いざとなったら助け合える、こういった環境を作りたいというワークショップをしたり、今海外でも、左から上海とかニューデリー、台湾、ホーチミン、あとニューヨークとかいろんなところでしています。ニューヨークでは毎月1回今定期的にワークショップをさせてもらっています。で、中国ではちょっと面白いコラボレーションがありました。中国の伝統の遊びの文化に切り紙というのがあります。で、ルイを切りましょうってやったらめちゃくちゃ綺麗に切ったので、で、この切り紙でおにぎり、折り紙、この流行でおにぎりを作るということをしたんですけど、めちゃくちゃ綺麗な予想を超えたおにぎりができました。何か国際交流できるんちゃうかなみたいなふうに思ってます。で、三重県では手裏剣の形のおにぎりをこうやってみたりとか、このおにぎりシートを連結させてみんなで同時におにぎりを作るっていうことをチャレンジして、この時は50人参加して、1つのおにぎりシートを2個にできて100個同時に作っちゃうみたいなことをチャレンジしたりしました。で、この活動を続けているとですね、メディアもちょっと話が来たりしてですね、世界不思議発見とか、ジャパンタイムズ、バザーリポートとか、みんなのニュースとか、なんかニュース番組でなんかニュースの視点ですみたいなことをさせてもらったりとか、いろいろ紹介をさせてもらいました。で、今ですね、私注目しているのは牛乳パックの素材なんです。で、これって社会的にすごくリサイクルうまく良くできたものなんです。で、これを使いたいと思って年間に問い合わせてもこれ使えないって分かった。これは大きな会社しか使えない、限られた会社しか使えないものだったんです。で、これをみんなが使える素材にしたいと思って、今開発を進めていったりしてます。で、いろんなカラフルな食材で押し寿司が来たらどうかな、海外の人に受けへんかなみたいなことで、こういった、一緒に開発したいとかやりたい方は教えてもらいたいなというのがあるんですけど、あとは勢い余って歌作っちゃいました。で、私は歌って踊ってます。YouTube でおにぎりパフォーマンスに出てきます。一応プロの作曲家が作っていただいたので聴けると思うので、ぜひちょっと聴いてみてください。パフォーマーも募集しています。で、表参道のスパイダーとのコラボレーションで、おにぎりの周りに自分が選んだ食材を置いてランドスケープを作る、自分の料理を作る参加型の料理というものをチャレンジしました。で、この時は、3つの、料理を
紹介したんですが、一つはカレーベースのサフララランド、シチューベースのクリーム煮っぽいシチュー、でお茶漬けベースのお出汁のチャチャチャ、これがお客さんが作ったランドスケープです。参加型で作っていただきました。でおにぎりカフェ一緒に大体行く人は教えてもらいたいです。プロフェッター募集中です。で最近ではですね、私の事務所世田谷の松原で、商店街で集まりのおにぎりをやったりしています。今まで外ばっかり見ていたんですけども、やっぱりこう自分の身近なところからやらないとちゃうかな、ご近所付き合い大切じゃないかなと思って、やってます。で最近活動を続けていると人生豊かになってきました。4ヶ月前に子供生まれたんですよ、娘です。私の人生ってあと数十年だと思うんですけど、この娘の世代もいい社会でやってほしい、なんか切実に思う。で、このおにぎりとみんなで集まるとか、みんなで作るとか、みんなで一緒に食べるとか、そういったキーワードが多くの人に思い浮かぶように、この活動を細く長くでも続けていきたいなと考えています。私の本業は建築設計で、教会を作りながら空間を作るとか、そういう職業だと思うんですけど、私がすごく興味があるのは、その教会をなくしたい、これをチャレンジしたいということをいつも思って、進めています。でこのおにぎりというのはそういったモチベーションで、進めることができていると思います。ぜひ一緒にやりたい方大募集してますので、ぜひ声をかけてください。